日本は一体誰と戦ってんすよ。どうも、パールもくです。え、本日は。真珠湾攻撃について、解説をしてまいります。はい、えー、後期、二千六百。一年、昭和十六年。千九百四一年、十二月八日、現地では、十月。 7日日本、えー、連合艦隊山本長官率いる、えー、艦隊が真珠湾のアメリカ軍基地を攻撃し,攻撃しましたでこれをきっかけに日本とアメリカの、えー、日米戦争が始まるわけですねそしてこれをきっかけに世界大戦になる わけですそれまではヨーロッパの局地的な戦争だったわけです。まあナチス・ドイツとフランスそしてイギリスソ連の、まあ、戦いヨーロッパ中の国々がまあ基本的にはナチス・ドイツに占領されている状態。この局地的なヨーロッパのヨーロッパって狭いですからね狭いところの話ですよ。その戦争がが世界に広がった もちろんね、ドイツとイギリスが戦争しているので、アフリカ戦線というのももちろんあったわけですけども、でも、世界規模の戦争ではなかった。それが、この真珠湾攻撃によって、えー、日本とアメリカが太平洋を挟んで戦争し、そしてアメリカは、この真珠湾攻撃によって、ヨーロッパ戦線、ナチス・ドイツと戦うことができるようになったわけです。だからアメリカは、この真珠湾攻撃を受けて、 まず真っ先にヨーロッパに兵を出したわけです。ですからこの日本の真珠湾攻撃というのはアメリカにとって渡りに船だったわけです。とにかく、えー、フランクリン・デラノ・ルーズベルトはヒトラーと戦いたかった。イギリスを助け、えー、ヨーロッパに軍を派遣して、えー ヒを倒したたかったソ連と協力して戦争したかったでもルーズベルトは戦争しないという公約のもと大統領に再選されておりましたので動けなかったわけですそれが日本の真珠湾攻撃によって可能になったこれはもうさまざまな話がありますねチャーチュリンボー貧乏論だとか、まあ、ルーズベルト貧乏論だとか あとはソ連コミュニティの陰謀論とかさまざまありますけども結果として誰が得をし誰が何をしたのかということを見ていけばこの攻撃を受けて真っ先にルーズベルトはヨーロッパに兵を派遣をしソ連と協力をしナチスと戦ったということが事実でありますからこれはどういうことだったのかということが分かってくるだろうと思います。 マッカーサーが議会で証言をしています。もう戦後ですね。もう、えー、最高司令官を静き日朝鮮戦争の後の話です。日本は自衛の戦争をしたんだ。証言をしております。マッカーサーが証言をしています。日本は侵略戦争をしたというふうに小学校の教科書から連綿と書かれております。してないんだね。うん 東南アジアや朝鮮半島中国のに迷惑をかけたというふうに言う言い続ける人がいます私はあれ疑問だった小学校6年生の時にまあこうやって教科書で歴史を習ってからどうも腑に落ちなかったそれゆえ調べ続けてきましたそしてなぜ日本とアメリカが戦争をしたのか 全く国力としてかなわないというデータが教科書には小中高と載っていてそんな戦争するはずないしそんな差があったら普通やるはずないしそしてなぜ行ってなぜこうなったのかその後どうなったのか何にもわからない。とにかく日本が悪くて反省して。 アメリカ様によってなんか日本が民主化されてみたいななんじゃそりゃというふうに思っていたわけです。まさか小中高の教科書が意図的なのか分からっていないのか分かりませんけれども真実と違うことを書いてるとは思いませんよね。 でも今思ってベロナ文書だとかミトロヒン文書だとかマッカーサーの証言だとかあとアメリカの元大統領のフーバー大統領の話だとかチャーチルの話だとかさまざま見ていくと日本っていう国が侵略戦争をし朝鮮半島の人々を無理やり日本人化し 南京大虐殺,殺をし東南アジアの人たちをひどい目に遭わせたありえねえなってことがこれもう明らかですよね。さあこの真珠湾攻撃の衝撃っていうことなんですがこの真珠湾攻撃というのはこのあの攻撃としてはもう完璧だったわけです。もう その飛行機から落とす爆弾のそのいわゆる精度ですねちゃんと目標に当てるということ、うん、この精度のすごさそして何よりも航空母艦空母に飛行機を乗っけてそれが飛び立って攻撃をしてまた空母に戻ってで帰るっていうこと自体がすごいことだったわけですよアメリカもそういう発想はなかったんですこれは日本初の 発想なんです戦略なんんでですす戦略空母というもので攻撃をして帰るそして徹底して軍人さんだけを標的にしたわけですよね軍事施設だけをあとは、えーまあ、戦艦だ,だけを本当は空母がいるはずだったんですが空母はいなかったアメリカの空母はいなかったむしろ空母を叩きたかったのにねそして燃料タンクこれも狙いたかった真珠湾というのは今もそうですけどもアメリカ軍の太平洋の拠点なわけですね 大事な拠点、うん、そこを叩くというのは、まあ、これは戦略上間違ってはいないしそして戦術として非常に優れた作戦だったですからアメリカ軍はこの攻撃をしっかりと分析をして空母の運用そして精度の高めそして日本軍の弱さ逆弱点を徹底して調べてで備えたんです半年後です早いね半年でこんだけ勉強するんだけどでも猛勉強したことは間違いない だミッドウェイ開催につながるんですけども。だから、日本のこの発想というのは、そのままアメリカの、えー、海軍に、えーまあ、吸収されていく。うん。だから、日本は、本来ならば、アメリカと組んで、この発想を共有して、お互い高めていくはずだったんですよ。日本の弱点をアメリカから教えてもらい、アメリカは日本の発想を受けて、より強い海軍を作っていく。 だから相乗効果で日米が、えー、お互い、えー、補完し合って、えー、同,盟し同盟関係にあってやっていくべきだったんですよ。戦うべき相手では全くなかったわけです。うん、だからこのなぜ日米が戦争したのかというのはやはりなぜっていうところです。なぜ同じ、えー、自由を愛し、えー、日本はどういう民主主義かというと全員一致。 の民主主義なわけですみんなが一致することが大事。アメリカは多数決定だ。だからね、アメリカの甘い民主主義だ。にしても、とにかく自由というものを大事にしていることは間違いない。でそして、調和ということ。えー、あとは、えー、一致することを大事にしている。アメリカは敵を間違える天才だというふうに、江崎先生、江崎道夫先生は言ってますけども、本当そうだと思いますね。うん、そして当時 在米のの日本の外交官はアメリカ共産党やアメリカの世論だとかアメリカの政治家のさまざまな動きを分析していましたから日本に伝わった当時ねその日米戦争をするに踏み切るまでの、えー、いろんなデータをもちろんねあの日本の政府があの分析した上で戦争に踏み切るわけですけども日本に入ってきた情報というのはとにかくアメリカは日本に対して敵対的である。 もうそそれだだけ、けの情報だけが日本に伝わっていた。むしろその情報だけを政府中枢に伝えていたということなんです。よ。まさに情報戦ですよね。だからあのちゃんと日本の在米のアメリカの外交官はあのアメリカにいる日本の外交官はアメリカの共産党がいろんな工作をしているそして世論を操作しているで政治家も共和党もいる民主党もいるで民主党が相当アメリカ共産党と 同じような行動、連携するような行動をとっている、えー。共和党の方は、日本はしっかりと責任ある立場でアジアで強くいるべきだと、まあ、ストロングジャパン派ですよね。も,うもちろん健在だった。民主党の中にも、えー、ルーズベレットがやってることに懐疑的になってた人もいた。で、軍はも,もっと違う考え方を持っていた。ちゃんと、えー、フェアなことを考えている人もいる。もちろん、えー、ソ連共産党に、アメリカ共産党に、えー、協力的な人もいる。ということで、 えとアメリカ全体が、えー、反日だったわけではないわけですよ。それをしっかりと分析した情報も上げてたわけです。日本の外交官が日本の政府に。でもそれも、えー、伝わってなかったもしくはその情報を生かすことができなかった。うん、でソ連やアメリカというのは特にソ連は資本主義国を潰すんだというのが19、えー、1920年からの、えー、目標でしたよね。 でえー、世界にコミュニティルンを作って、えー、とにかく共産革命を起こすんだということがソ連のまず大目標だったわけです。世界を共産革命化して共産革命化するということは全て、えー、ソ連の奴隷にしていくということですよね。で理想を掲げてみんな平等であるみんなが働いてみんなで豊かになるこれがソ連のスローガン。でアメリカは資本主義の国で貧富の格差がある。 これを見たときに、ソ連ってすごいねっていう宣伝は効果的でしょう。うん。そして日本にももちろんそういう、えー、共産主義ファンがたくさんいた。アメリカにもそうです。フランスにも。世界にいた。で、ソ連としては、えー、アメリカや日本やイギリスなどの、えー、資本主義国を、えー、にを共産革命化して、その、えー、なんだろうな、その、えー、富を奪うっていうことが最大の目標ですから。 だから、えー、ソ連は日本を共産化して消滅させる、うん、意図でもちろん、えー、工作を仕掛けてきたそしてアメリカにも深く浸透して、えー、日本とアメリカを戦わせるということイギリスアメリカ日本これを戦わせろっていう発想がレーニンから出ているのが1920年の当時からそういう発想を持ってたわけです、うん、だか20年計画で日米は戦争をしたってことうん その間にもちろんそれを防ぐ手段もあったけど、やはり情報、えー、インテリジェンスっていう発想が乏しかったのは確かです。日本、アメリカ、イギリス。強かったけどね、そういう発想もあったけど、でイギリスのも情報をたくさん持ってたけど、でもソ連のこの工作っていう方がやっぱ上手だったわけです。ソ連のスパイがイギリス、アメリカ、日本にうじゃうじゃいる一方で、えー、ソ,連にソ連内部にはアメリカ、イギリス、日本のスパイは、 ほとんどいなかったそれは負けますよ、うん、そして日本そんな戦いの中で、えー、まずこの国際法を遵守するということこれアメリカもソ連もどの国も国際法なんて守りませんよまず戦うのは兵隊さん同士だけ民間人に標的,をして標的にしてはいけないしお家とか病院とかそういう生活の大切なものは守らなきゃいけない えー、軍事施設は狙ってもいいけど民間施設を狙っちゃいけない当たり前のこのルール、まあ、戦争のルールなんかないっていうのは当たり前なんだけどだけどちゃんと決めてんですよ。で決まってたから日本は守ったんですよ。うん、もちろんその歌手観の,なあの本当に荒くれ者が、えー、国際法を守らない行動を取った人はいたでしょうけど日本にも。だけど上官として指揮する立場の人が国際法を破るような指示はしてない。 これは間違いないと思いますねあの。大本営が日本人向けに嘘の情報っていうか、えー、持ったね、あの、ミトウ海戦で大敗してたけど、負けてないような報道したりっていうことは、それは確かにしてた。だけど、国際法的な遵守は、これは一番、どの国とも比べて一番遵守してたと思う。そして、えー、潜水艦、あとは、えー、ゼロ戦も含めた、あと航空母艦も含めた高い技術ですね、えー、が日本にあった。 そして、えー、現場の兵士の強さ、価値観の強さ、うん、の責任の強さ、現場の人の強さ、これをアメリカ軍、もソ連もそうですね、イギリスも見た。うん、で、ただ、その大本営とかその支持する立場の人たちが、平坦といってその補給だとかそういうものを、えー、重視しないとか、戦略上、さまざまなあの反省点はあったんですけども、とにかく現場の頑張りというのが非常に強くて。そしてあとは えー、最後の,の1 9 4四年、5年の,その特攻攻撃ですね、あのー、自らを犠牲にして突っ込んでいく、しかも日本のエリートたちですよ、突っ込める人は、えー、飛行機を操縦できる人ですから、もうエリート中のエリートが、えー、とにかく自分が犠牲になることで、少しでも日本侵攻、直接的な侵攻を抑えられるということで、あのー、特攻攻撃をした。でこののまた精度の高さ その覚悟、それを見て、やはりアメリカは、やはりあの軍事的にあの強い国だからこそ、その、えー、ルールを守って、現場の人の責任の強さ、そして特攻攻撃を見て、やはり震え上がったと思いますね。そして、えー、もうこれ以上、この国と戦うことはできない。 あの力でねじ伏せてどうのこうのそんなあの感覚は持たなかったと思いますむしろ敬意を持って真珠湾攻撃に行った日本人の兵士、えー、を祀っていたりちゃんとこう、えー、お墓を作ったりですねいまだにアメリカ軍は日本軍の、えー、正しい勉強をしているあのルールを守り責任感を持ちそして、えー、判断をしていくっていうそれをしっかりとねあのアメリカ軍が勉強している日本人の方が知らないうん嘘をを知られている こういう、えー、と左上の青い文字のところの、えー、各種日本の凄さがあったからこそ、えー、日本は国が残ったんだ。うん、これがなければ日本はやはり分割統治されて朝鮮半島には分割統治されてもう死体よにされていただろうと思いますけどもギリギリのところで 日本国は残ったのはあのこの項目なんですよ。技術の高さ圧倒的な技術の高さ法律を守る責任感とか現場の兵士の責任感そして特攻攻撃の覚悟の強さこういうものがあったから我々は守られたんです。っていう話を私は学校で聞いたことがない。残念ながら。うん、でも この話が間違ってるんだろうかそういう疑問をね毎年12月8日に、えー、考えるわけですでまだまだ答えが出ないもっと若い時にはやはり12月8日になると悔し涙を流しましたよわからないんですから何だったんだとで今この えー、話をしているさまざまなデータの裏付けもあるけどこれが答えではないとも思います考え続けなきゃいけない調べ続けなきゃいけないと思っています、うん、そしてこの話はやはりいつも言ってるようにきっかけです皆さんも調べてほしい、うん、私も調べ続けますということで12月8日は長々と繰り返し同じことも言いましたけれどもやはりこういう時間を取らなきゃいけない日だと私は思うんです どうも本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録もお願いいたします。コメントやいいねいただけますと励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。